こんにちは、ゆずきゆかりです。今回は久しぶりにバトルフィールド1のコンクエストにやってきています。実はバトルフィールド1は苦手で、あまりプレイはしていないんですよね。今までの下手さに磨きがかかっている動画になってると思います。いつもながらの死ぬまくりプレイなので、今回もカットシーン満載でお送りできますよ。私の華麗な死に様がきっと今回も光る動画になるでしょう。今回はフレンドのよっちゃんの他にたっちゃんが参加してくれてます。3人分隊でわちゃわちゃと遊んできた動画ですよ。参加マップはアルゴンネ・フォーレストです。使用兵具は看護兵で行ってきました。そのまま読ませているだけでマップの読み方はわかりませんので、ご理解ご了承をお願いします。現在戦況はかなり押し込まれている劣勢状態ですね。 BF の傾向でよくあることではありますけど、とりあえず B は取り戻したいです。前にいる敵さんを追い払って味方さんの到着を待ちたいけど、血だらけになってる間に味方さんが到着しました。これでここも安全ですね、などと思っていたのもつかの間で、生き残りの敵さんにあっけなくやられてしまいました。その恨みと弱まさに出た先にいた敵さんに八つ当たりです。先に攻勢していたカッちゃんの横取りみたいになったのは内緒です。さてカッちゃんはどこに向かうのかな。せっかくなので近くをうろうろしていきましょうか。で、目の前に敵さんがあるではないか。その奥をカッちゃんに向かって銃剣が突進していきましたね。あと少しというところで銃剣は失敗に終わってしまいました。刺されていたらネタ的に美味しかったのは内緒です、などと悪魔的な考えをしたばかりに、こんなさばきが生贄はカッちゃんではなく私でした。こんなはずでは。そんなこんなでチーム一票下に来ています。ここで回復キットを配る簡単なお仕事中でありますよ。調子に乗っていたら敵さんの毒ガス攻撃、やはりなかなかうまくいきませんね。前に一人敵さんが見えたのでやってきますかね。やっぱり一人、これはもらいましたね。そして一撃離脱です。あなたどこにいたのさ。そして沸き直した早々にショットバンニキのそば。君がショットバンニキの正体ですか。私のことは忘れて手に召されてください。私も一緒に手に召されてしまいました。危なくまた召されてしまうところでした。この危険地帯はどこですか。この危険地帯は海近くのあそこでしたか。そしてやはり手に召されてしまいました。そして懲りずにまた炎が燃え盛る危険地帯に。ここはどこのポジションにいれば大丈夫かな。とりあえず安全そうなこの一番高いところに、ここに隠れて少し様子を見てみましょう。お、意外と気づかない敵さんがやってきました。全然弾が当たりません。どうしたらいいでしょうか。悩んでる間にまた新しいお客さんがやってきました。調子に乗ることもなく、私のお山ポジションは敵さんにバレてしまいました。こんにちは、サラのグレネードだ、逃げろ。これは腰打ち銃の本能発揮シチュエーションですね。ヒット&アウェイで逃げるでしょう。そのついでに蘇生かませていきますです。なんだ見えにくいと思ったらガスマスクじゃないか。奥の方で危険そうな炎が見えてるんですけど、まずは目の前の敵さんをどうにかしてから考えましょうか。見ていた敵さんの量が多すぎました。調子に乗ってすいません。はい、B 拠点の榴弾砲バンカーにやってきました。 B は今日初ですね。よく考えてみると危険な名前の拠点ですよね。こんなはずでは。ということで試合終了です。弾薬庫での爆発物は危険ですのでお控えください。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。